こんにちは、ナビゲーターの千里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。中小企業とかって、やっぱりツイッターやフェイスブックの SNS はやった方がいいんでしょうか？やった方がいいね。やった方がいいと思う、はい。今は、いろんなのがあるじゃない、はい、何で、バズるか分かんないし、はい、何が、生きてくるのか、はい、ゴーンってくるのか分かんないから、はい、とにかくやった方がいいと思う、はい。ただ、僕自身は IT の専門家じゃないから、はい、いろんな活用方法あると思うのよ、はい。で、僕が実際に思ったことを言っちゃうと、はい、SNS はやった方がいい理由はなぜかっていうと、はい、ホームページだけじゃ足りないと思ったから、はい、うん。で、ホームページ作って、はい、おしまいと、はい、あとは待ってたらどんどん問い合わせが来るよっていうのはさすがにそんな人もう思ってる人いないと思うんだけど、はい、もうないんだよね、そんなことはない、はい。だからホームページにプラスアルファした方がいい、はい、いいのがある、はい。で、一つは、ブログ、はい、ブログで、二つ目が、まあ今ちょっとどうかと思うけど、はい、業種による、はい、ツイッターとかね、はい、あとフェイスブック、はい、まああと、まあ今インスタグラムもあるし、はい、こうやって YouTube もあるよね、はい。まあ、このできれば全部やった方がいいと思う、はい、5つ、はい、うん。まあ昔はYouTube とかインスタグラムやってる人ほとんどいなかったから、はい、それはなかったんだけど、はい、だから昔は僕はブログとツイッターとフェイスブックって言ってたんだけど、はい、今ならインスタグラムとか、YouTube とかね、はい、やった方がいいんじゃないかな。あれだよ、思わぬところからお客さんって来るから、はい、とりあえず間口をいっぱい広げて、はい、やった方がいいと思う、はい。うん。で、僕が考えるその役割っていうのがあるんだよ、はい。役割っていうのがあって、ブログは基本的には最新情報を届ける場所だと思ってるわけ、はい。ホームページでは収まりきらない最新情報を発信する場所、はい。つまりブログを見に来る人っていうのは、はい、あなたの商品を検討している見込み客が来る、はい。うん、ブログを見に来る人っていうのはどんな人かって言ったら見込み客が来るんだよ、はい。で、もうすでに購入したお客さんっていうのは、まあんまりブログ見に来ることはあんまりない、はい。うん、もしかしたら見に来てるかもしれないけど、はい、でも基本的にブログは新規の見込み客に向けて情報を発信するっていうスタンスでやった方がいいと思う、はい。だからといって、はい、だからといってっていうか、書くネタがないからといって、はい、例えばその家族の情報とか、はい、今日うちの子供が、はい、体育祭でリレーを走りましたとか、はい、政治経済とか、はい、スポーツ、はい、休日の過ごし方、はい、あとポエムとか日記とかね、はい、そんなのいらねえんだよ見込み客にとってそんな情報はどうでもいいんだよ、はい。どっちかっていうと、まあ、そういう商品の最新情報とか、はい、そういう気になる情報を知りたくて来てるのに、はい、今日スタッフの林さんが風邪でお休みです、はい、早く元気になってほしいです、どうでもいいわとかそんな記事アップされても、はい、見込み客は林さんのこと知らないし、はい、どうでもいいんだよね。そうなると中身のないブログだなと思われちゃうから、はい、ブログはその商品に関連することだけを書くっていうのに努めた方がいいと僕は思ってる、はい。うん、なぜならブログを見に来る人は見込み客だから、はい。うん、で、フォローに最適だなと個人的に思うのは、はい、まあ、ツイッターとかフェイスブックかなと思うのよ、はい。で、ツイッターとかフェイスブックは基本的にお客さんが見に来る、はい。うん、あなたの人柄を理解してどういう人物かを知っているっていう人が来るんだよね、はい。で、もちろん見込み客も多分来るとは思うんだけど、はい、例えばそういうツイッターとかでどんなことをつぶやいてるのかとか、フェイスブックで何やってるのかとかいうのを見て、はい、その人の人柄を見るのかなとは思うんだけど、はい、でも、まあ、あえて言うよ、
でもフェイスブックやってる人ってすげえ少ないんだよ、うん、実は。へー、うん、女性はほぼいないし、はい、男性もほぼいないんだよ。やってる人っていうのはもう経営者とかそういう人ばっかりね、はい、コンサルタントとか僕も含めてなんだけど、はい、そういう人ばっかり。あの普通の人、はい、サラリーマンとか普通の人ってほとんどやってない、うん、あの仮に Facebook のアカウントのページがあっても、はい、ほとんど何にも。だから僕の友達とかでも、はい、あの本僕がね本出したって言って、はい、宣伝したのよ、はい、買ったねっつって、はい、買ったよって言ってくれるんだけど、はい、まあ、Facebook なんて、まあ、俺ほんと久しぶりに開いたわっていう人ばっかりよ、はい、僕の友達、はい、うん、学生時代の友達ね、はい、ほとんどいない。 Facebook やってる子なんて、うん、Twitter はやってる人いてたかなって感じだけど、はい、匿名でやっちゃってるから分かんないんだよね、はい、うん、だから Twitter っていうのは僕は個人的に太陽光の時よ、はい、太陽光の時に Twitter をやってて、なんかその当時滋賀県でなんか影響力のある Twitter の人みたいな感じで、はい、ランキングとかがあるページがあったのよ、はいはい、ここ20位ぐらいまで1回入ったことあったんだけど、はい、でもやってて気づいた、はい、ツイッターやってる人はあの若い子が多いから、はい、あ、お客さんいないわって20代の若い子が多いのは学生とかが多かったから、はい、だからあの当時よ、はい、当時ツイッターやっている大人はほとんどいなかったから、はい、あ、ダメだなと思ったツイッターは、はい、でフェイスブックに関して言えば今はまた違うのかもしれないけど、はい、でも今もそんな変わんないと思うけどね昔と、はい、やっぱ Facebook は経営者の人が多いからコンサルとかやってる人はいいのかもしれないけど、はい、B2C で普通のお客さんに売りたいってなった時に、はい、Facebook 広告っていうのはあんまり効果がないと思う、はい、うん、正直言って、はい、いろいろ僕もやってみたけどあんまりかなって、うん、だったら広告打った方が手っ取り早いわって感じだし、はい、うん、でフェイスブックとかツイッターは、まあ、要は完全に自分のお客さんが見に来るから、はい、フォローとしては最適よ。だからそれは自分の人なりを知ってて、もうすでに買ってもらってるお客さんが来てくれてるわけやから、はい、もう自由に書いたらいいと思う、はい、ありのままに、はい、気軽にもう出せばいいと思う。もう家族情報とか面白い情報とかを出しても全然 OK だし、はい、うん、なぜなら、お客さんはあなたのことをもっと知りたいと思ってきてるから、はい、だってお客さんだからね、はい、見込み客じゃないよ、はい、お客さんだからいいのよ。で、まああと LINE とかも今あるよね、はい、LINE は B2C やってたらいっぱいいらっしゃる、はい、うん、LINE やってる人いっぱいいてるからタイムラインは上げてった方がいいんじゃないかな、はい、だからあのよく言われるタイムラインで上げてるのはあのお前とキャバ嬢しかいいひんわとか言われたりとか、はい、うん、今あのお客さんとずっとつながってたいと僕は思ってるから、はい、だから LINE も上げてるし、はい、個人のやつね、はい、LINE アットはまだやってないけど、はい、まあ、登録はしたけどほったらかしで何もやってないんだよ、はい、今LINE アットもいいんだけど、はい、まあまあまあ LINE でもう今 LINE でやるときやってるからねお客さんと、はい、もう LINE で連絡くださいっつって LINE でポンポン来るし、はい、PDF も送れるし、はい、画像も送れるしめちゃくちゃ楽やん、はい、だからでお客さんにはもう直接僕に電話しないでくれとは言ってないけど、はい、あの電話してくれてもいいけどほとんど電話に出れないから、はい、あの LINE でちょうだいって言ってんだよ、はい、もう LINE だったら僕は何時でもいいと、はい、夜中でもいいと、はい、夜中の2時でも OK やと、はい、俺起きてるからっつって、はい、ただ夜中の2時に電話をやめてねみたいな感じになっちゃうから、だからあの基本的に僕のスタンスとしてはそのIT の専門家じゃないから、はい、あのもしかしたら IT の人から言うと君は間違ってるよって言われちゃうかもしれないけど、はい、無理してやる必要はないと思ってる、はい、うん、気軽にやればいいじゃんっていう、自分で合うスタイルでやったらええやんか、はい、なぜなら無料でできるからスマホでできるしさ、はい、でテレビで見たんだけど、なんかね、何やったっけな、和菓子屋さんとかもツイッターとかでつぶやいたりしてるのよ、はい、休み時間とかにパパパパって、はい、でそれで反応が来たら楽しくてできやれるじゃない、はい、で今インスタグラムとかでそういうね、あの作ってる工程とか
流したりしたら、はい、意外と集客になると思うんだよね、はい、うん、ただ、あれだと思う、あの匿名はしない方がいいかなと思う、はい、どうせやるんだったら、はい、ちゃんと顔写真とかも出して、はい、で会社でやるなら会社で出したらいいと思うんだけど、はい、あのそんな変な匿名とかで、はい、わけのわからない人間でやるよりかはちゃんとして出してやった方がいいかなと思うな、まあ、うん、やっててね Facebook、Twitter、 Twitter はもうほとんど今ほったらかして全然やってないんだけど、はい、Twitter はねあの年齢層すごい低い、はい、うん、で Facebook は年齢層高いっていうのもあるけど普通の人ほとんどやらない、うん、はい、お客さんとかでやってる人ほとんどいないよ、うん、ほとんどいない、でも登録してても、はい、全然何も更新されてないとか、はい、もしかしたら見てるのかもしれないけど、はい、全然ダメだから、はい、だからね、まあ、LINE はやっといた方がいいかなと、はい、うん、LINE はね、時短になるよ、はい、時間短縮になるから、はい、もし LINE やってませんっていう人がいたらやった方がいいと思う、はい、あのでも B2B の人やってない人多い、そうそう、 LINE は B2B の人はやってない、はい、経営者の人とかは、はい、で、なぜなら年齢層がちょっと低いんだって、はい、だから Facebook のメッセンジャーとかを使ってる、 Facebook やってたりとか、はい、うん、だからもし経営者の人とかでやるんだったらあのとりあえず全部やったらいいと思う、はい、うん、まあ、LINE と Facebook やった方がいいかな、はい、B2C と B2B みたいな感じで分けていって、はいはい、だからお客さん、僕のソーラーのお客さんはほとんど LINE でのやり取り、はい、で、そのコンサルとかの方でのやり取りはやっぱりメッセンジャーでのやり取りがすごく多いから、はい、うん、まあ、携帯電話を知らなくてもメッセンジャーならつながるし、はい、そういう意味も含めて、まあ、LINE と Facebook やった方がいいかな、はい、まあ、今なら YouTube とかもね、はい、僕今ポッドキャストもやってるけど、はい、YouTube ポッドキャストもやった方がいいかなと思う、はい、ただあの個人的なやつは別に載せなくていいと思う、はい、うん、あれどうかと思う、赤ちゃんをよいしょよいしょとか言ってるとか、はい、子供がどうのこうのとかいうのはそれは趣味のチャンネルでやればいいのであって、はい、ビジネスでやっていくんだったらそんなチャンネル、そんな動画見せられてもお客さん困るだけだから、はい、だから今このチャンネルっていうのはね全部ビジネス系ばっかりじゃない、はい、うん、そういう意味で初志貫徹っていうか一気通貫じゃないけど、はい、なんか貫いてやってった方が、はい、いいんじゃないかなって思います。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。